ありがとうございます。ただいまご紹介いただきました、カモンと申します。我々今まで多くの地域で演舞を披露させていただきましたが、この大阪の地に立つとより一層身も心も引き締まる思いがいたします。カモンは今年で3年目、一昨年はカモンの名を知っていただくために、昨年はカモンを好きになっていただくために、今まで精進させていただきました。今年は何をお伝えできるかまだ我々には分かりません。しかしただ全力で声を出し、ただ全力で手を伸ばし、ただ全力で目の前の皆様に貨物の土俵をお伝えいただく、もしもお目にかかりましたら皆様の惜しみない手拍子とお声掛けでお答えいただきたいと思います。カモンの足跡道となるまで我ら土俵のご引きとなりて、ご声援のよろしくお願いします。よろしくお願いします。それではお声がかかりますれば、この檻をさあご老中、1、2年、1、2、3、4年通さあ、これぞ家紋の心意気。度胸と一言言うてしまえばそれが無謀か希望かやってみんとわからんもんでございます。世の人は我を何ともやばいげ、我がなすことは我のみぞ知るという言葉もあります通り、どこまで大見え張るのか分かりませんが、目耳バシッと見開きまして、カモンの土俵一つ吉田に下ろしろ。カモン背負った話だ、あ今まさしくこの時を待ちわびた。Yeah!
お客様に礼、ね